締め技といういわゆる柔道をやってない人から考えればとても、荒い技だと思います。日本では中学から試合で締め技を使うことができます。でそれは締め技は危険ではない、ルール通りになれば危険ではないという研究のもとに行われています。ただ今世界を含めて日本もそうですが、締め技というのが多分トップクラスを除いて消えていくんじゃないかという気もします。ですから我々柔道愛好家は締め技の意味とか価値とかそういう文化を残すためにしっかりした知識を持っていなきゃいけない。そしてそれは畳の上でしかやっちゃいけない。そしてお互いに信頼関係がないとそれはできない。投げるときは相手が痛くないように受け身が取れるように投げなきゃいけない。関節を取るときにはポーンと取るんじゃなくてじわっと取らなきゃいけない。締めるときには相手の前板を待ちながら締めなきゃいけない。だから前板があったらパンと離さなきゃいけない。はい、それでは落ちませんからちょっと締めの一人で締めてみます。はい、私と同じようにやってください。はい、右手で右襟を打ちます。左手でやはず Left hand、はい、Left hand deeply、 もうできるだけ深く右手を離してチェンジ Left hand Right hand change a grip Right hand down Left handOkay. 一人では落ちません。これは送り襟締め、頸動脈と気管を締めています。首の横の動脈と気管、これはもう一番苦しい。十字締め、逆十字締め、これは気管だけ締め。裸締め、裸締めは気管を締めます。送り襟締め、最後これは全部気管も経路で落ちる。気管を締めても落ちません。それは苦しいからすぐ参ったぞ。十字締めは気管は締めないから気持ちよくなる。落ちる。だからマインドをしないこと。 なぜ気持ちよくなるかというと、酸素がここの頸動脈が圧迫されて酸素が頭の中に回らなくなる。酸欠状態になる。あ、そうです。長くなるんですね。もう3秒から4秒で落ちることがあります。落ちた。ででも手を離せば酸素が頭に回っていくとまたこれは覚醒します。でも大事なことはここでも潔さがないと
潔さがないと落ちても後ろから相手が落ちたっていうのは分からないからずっと締めている。落ちた。落ちてもまだコンティニュー。そうするとこれは深落ち、いわゆる危険な状態になる。これは殺人行為だ。だからお互い信頼関係があって参ったをしても、はい、参った。まだまだ、参った。これはいじめ、暴力。だから、参ったをしたら、パッと話す。そういう信頼関係の中でスポーツが成り立っているわけです。十字型のちょっと暴力してる。十字型の目をパッと出る。一発で。これは暴力。This is like a violence. でもこっちもこれが伸びたらもうここで参ったしなきゃいけない。もうここまで来たら負けなんだ。だからこれがここまで行って我慢していれば僕はこれをキュー、これが完成させるから潔さっていうの受け身なんです。これここで参った、ただその中で、落ちというのが生じた時にさっき言ったようにしばらく見てれば酸素が行き渡るから覚醒する、いわゆる元に戻ります。でも勝つというのは、割烹というのはできるだけ早く元の状態に戻すテクニックです。はい、それでは、総括、エリカツ、誘いカツという日本の代表的な、これは、100% その科学的な根拠がなくて、いわゆる口で伝えられてきている、あるいは秘伝、秘密の秘、秘伝であるからちゃんとした根拠はありません。科学的、医学的な、なぜなら実験ができない。でも実際40年ぐらい、村田先生たまたまでしょ、何十年ぐらい前は手塚先生の研究、40年ぐらい前ですか、50年ぐらい前に犬と人間によってある程度研究がされている、それでは、まあ、実技は、はい、落ちた。そんな感じしますか。そしたら、はい、じゃあ総括をやります。ちょっと足を置き換えます。肋骨の下に骨に触るところ危ないから、骨に触らないところに手を置いて、ふっ、あんまり強くならずに徐々に、もう大体1回ぐらいで覚醒するはずです。息をふっと吐くと、と吸わせる、その目的です。 So in that case, okay, is okay.息を吐かせる、それが活の、元素、これが総括って言います。ですから腹ばいになってても仰向けになってても活は入れない。それからもう一つは第3、第4、第5、胸椎ですね。胸椎、この辺に呼吸中枢があるという、呼吸中枢、神経が呼吸に関する。だからこうしているうちに酸素が回るから、我々はだいたい背中をこういうして様子を見ます。だから総括の一つ目は、
背中、背中ください。 あとで見るとここは骨があるからこう触るとこ折れます。もう力出てるから。だから触らないとこも下、そうすると息がふっと出ればこれはもう成功です。だからそうなんです。はい、その他に肺活、オープン、アンダー、クロス。これが、誘い活。 So apply your right knee on this back, and then put your hand on the chest. Then after open, you push. In this case, okay, is start to exhale. You apply your knee. でももう相手が力が抜けてるからなかなか起こすのが難しい。そうするとエリカツ。これも同じで開かしといて、ですからまあ代表的なのは3つあります。 それからもう一つは男性が睾丸を切られた場合、睾丸喝という、それは締め技じゃなくて。So keep the, それでは総括を くれても力入れないで、片しだけでも覚えてください。ベッドマンガーでプラクティス。これくらい。You don't need to apply strongly, but just slowly. あくまでも一般人からすると締め技というのは、とても怖い暴力的な技術です。で、なぜ柔道でやっているのかというと、お互いに信頼関係がある、そしてお互い構えながら相手を制するという気持ちがあるからできているんです。 そして、これまである一部を除いて、例えば心臓とか脳に異常があるもので死亡事故が起きたことは聞いたことはあります。ただ、私が知っている限り、締め技で障害が残ったものなどは一人も起こりません。スポーツと柔道、 スポーツを比較した場合、柔道もスポーツで、スポーツです。柔道の入っている。そして、スポーツプラスアルファのものが柔道にはあります。例えばこの締め技。締め技一般的には、非人間的な 行動をスポーツの中に持っている。それほど激しいスポーツなんです。だから柔道をやっている人は人間性が高まる可能性が強いんです。例えばサッカーの中で締め技があったら、それは
レッドカード永久追放柔道という本当に痛い苦しいそういうものを皆さんやってますからそれは強い人間になっているはずです。今の言葉を最後の言葉で皆さん本当に強い人間になっているはずですからこれまでもこれからも柔道を愛し続けていってください。よろしくお願いします。